ゆっくりです。レフト4デッド、2をプレイするよ。最初のステージは、デッドセンター。難易度は、どうしようかな?エキスパは、シングルでやるもんじゃないから論外。ウプ主は初めて動画を作るから、グダグダにはなりたくないんだよね。ノーマルでいいや。キャラクターは、ドロンコおしゃれさん、ニック、怪力姉さん、ロシェル。原動力はチョコレート、コーチ。そして、今回使うキャラは、ホラー映画では真っ先に死ぬタイプ、エリスだよ。そうそう、これって、一人称視点で遊ぶゲームなんだよね。かなり画面が動くから、画面酔いに注意してね。まずは、メンバーに闘魂注入。攻撃には2発。サブ武器は、斧の小町で行こう。もっかいニックにも。チワース、三河屋でーす。おお、グロいグロい。ジャンピング斧の小町。おっと、ロシェルスマン。ゾンビかと思ったわ。まあ、残念ながら当たってないから、いいよね。ピルかと思ったら、アイロンだった。あれはほっとこう。お、本物のピル発見。ピルというのは、少なくなった体力を、一時的に回復できるお薬だよ。体力の色、緑、黄色、赤で、移動速度が変わるから、とっても大事だよ。特殊ゾンビの声がするね。ナイスコーチ。今、コーチが倒したゾンビ。ブーマーと言います。ゲロを吐きかける、ピザです。パイプいただき。それは俺のだ。知るか。おっと、スピッターもいたのね。ゼハンターもかい。スピッターってのは、骨まで溶けるメロンソーダを、吐きかけてくるババアです。そして、ハンターは、キャラクターに飛びかかり、マウントポジションで腹綿をかっさばく、アサシンです。ブーマーやスピッターは、場所が悪くなければ、一人で食らっても、なんとかなります。でもただではすみません。その他の特殊ゾンビは、仲間の助けや、協力がないと、死にます。即、アウンです。ジャンピング斧の小町。君は何も見ていない。ガシャーン。何かないかな?マグナムか。持っていこう。バイバイ小町。あれはいらん。おお、チェーンソーめっけ。さあ、腐れゲドウどもが、かかってこいやー。チェーンソーパンチ、チェーンソーパンチ、チェーンソーパンチ、チェーンソーパンチ。チェーンソーパンチ。ふう、さすがチェーンソーさんやでー。オラオラー。筋肉になりたいやつからこいや。ちょっとゾンビ多いな。恥に寄ろう。よ、ニック。お前も筋肉になりたいのか。だいぶいなくなったな。チェーンソーは温存しよう。チェーンソーは、使うたびにエネルギーがなくなるので、乱用は禁物です。てか、うるさい。チェーンソーパンチ。ほら、みんな行くよ。下へ参ります。ここでは、みんなが自己紹介をしています。エリス、無駄に長いよ。なんだコーチ。気合が足りんぞ。お前らは何見つめ合ってんだ。
どいつもこいつも危機感がなさすぎる。ここをこじ開けると、ラッシュ。ゾンビが大量に襲ってきます。ほら、マドカのパンツだぞ。後方確認。先ほど投げたのは、パイプボム。ここに敏感なゾンビを、大きな音で吹きつけ爆発する代物です。お、痛い痛い。取れるかな？よし。む、後ろか？うわあ、痛い、痛い、気持ちいい。やめろ、この変態が。先ほどの変態は、スモーカー。長い舌でキャラをペロペロしながら、殴ってきます。それと、ペロペロされる前に取った瓶は、ブーマーのゲロが詰まってます。ゾンビたちは、臭いものが大好きなので、投げた場所に引きつけておくことができます。にしても、すごい火事ですな。こんなに煙が充満してたら危ないよね。目は痛いだろうし、息もろくにできないだろうし、力銃持って、ゾンビを倒しながら進めれるな。やっと出口だー。さて、初めての動画、いかがだったでしょうか？うつ主は、パソコン知識がほとんどないので、頭から煙を出しながら動画を作っています。このゲームも、買って1ヶ月も経っていないので、まだまだ下手くそです。そんな、不安要素しかない手探り動画なので、皆さんのご指摘、感想がとても貴重です。皆さんの温かいコメント、ツンデレなコメント、お待ちしております。さて、ようやくセーフルームが見えてきました。次セーフルームに入り、ドアを閉めれば、このチャプターはクリアです。ブーマーザマー。ほーら、早くしろー。Who here didn't think we were gonna make that? それでは、ご視聴、ありがとうございました。また見てね。ゆっくりだよ。前回はコメント、マイリスト登録ありがとうございます。投稿してすぐに、コメントが入っていて、あまりの嬉しさに、うつ主の目は潰れました。けど、潰れたままじゃ、皆さんのコメントが読めないので、根性で生やしました。さーて、デッドセンター、チャプター2。次の目的地はショッピングモールだよ。メイン武器はウジータン。コールオブデューティー、ブラックオプスじゃ、使えないダメな子。初めて使った時、アイアンサイトの見づらさに爆笑したのは、いい思い出。おっと、別のゲームの話はここまでだね。今回は、イベントラッシュがあるから、ノーメンだからといっても、気引きしねんとね。お、刀発見。チェーンソーは名残惜しいけど、いろんな武器を使いたいからね。バイバイチェーンソー。Hey, I'm reloading. ラッシュが来るね。チェーンソーのところにこもろう。どっからでもかかってこいや。刀の鍵にしてやる。おっと、ロケル危ねえ。ロケション、打ち取ったり。ロッキーが来たね。道なんて知らねえ。おらららららふう、ちょっとどつかれちゃったね。俺、撃たれたんですけど。あ、ごめん。もう忘れた。む。ハンターの声がするね。どこにいるんだ？あのアサシン。いないな。屋根かな？少し下がろう。おい。ナイスニック。そうだ。ラッシュの時にやってきたゴラムみたいなの。あれはジョッキーです。キャラに近づいてきて飛び乗り、ダメージを与えながら連れ去っていきます。ですが、ハンターとジョッキーの飛びかかりは、タイミングよく殴ればキャンセルできます。すごい、またチェーンソーかよ、なんじゃこや。帰ってよ、しょうがないなぁ。刀、一回も使ってないけど、バイバイ。あ、そうそう。チェーンソーの起動音は、ゾンビを集めるので、カニラッシュを作れます。そうね、ブインズブブブイン。はい、ちょっとお腹に穴開けますよ。すっきり。
チェーンソーはいいね。あの起動音といい、破壊力といい。うーむ、若干と火炎瓶か。タンク対策に火炎瓶を持っていこう。でもまあノーマルだったら集中砲火でどうにかなるんですけどね。リセって怖いね。あとはウィッチ対策はどうすっかな。え、ウィッチどこだ。ウィッチは基本昼には歩き回り、夜にはしゃがみ込んで泣いています。そんなウィッチさんの感触に触れると一撃でダウンさせられます。ここにはいないな。お、ラッシュか。ちょうどいい、このチェンさんのイルブカンター。おい、そこのバカども、早く助けんかい。あー、びっくりした。ゴリゴリして回復だ。俺もゴリゴリされてるんですけど。あーん、ごめんね、また忘れた。めぼしいものはなし、と。まだ残ってるのか。はいはい、バイバイ。うおう、スピッターさん、お疲れ様です。お、リッチがいたね。しかもこんなところに若干。ごくり。ウィッチタン、お許しください。よし、サブマシンガン取って、おやおやー。じゃあじゃあ、サンチース。先ほどの、ズガーしたやつは、ジャージャーと言います。パンパンに膨れた右腕が特徴。キャラめがけて、突進してきます。ポリタンクと一緒。よっしゃ、燃えろ。あんまし意味なかったかな。まあいいや。あ、チチチチチチ。ここを登って向こう側に行くよ。全然ゾンビいないね。ラッキー。ちょ、ロシェル、若干でこの距離はどうかと思うぞ。しかも微妙に当たってるし。ボットのフレンドリーファイアにダメージ判定がなくて本当に良かったと思う、この頃。俺らにはダメージが入るけどな。何？銃声で何も聞こえんかったわ。ゾンビじゃなくて、こいつにやられる気がするのは、俺だけじゃないはず。パイプは、いらね。ドアを閉めてっと。ジョッキーが来たね。おっと、ジャージャーもかい。おら、おら、おら。ようやくアサルトライフルにありつける。と、思ったら、なんかいるね。そう、おっと。死ね。すごい勢いで、落下飛んできたね。うろう、真下にいるね。ちょっとやばいな。戻れ戻れ。M16 取って、ピルピル飲もう。おお、強い強い。横からは、大丈夫そうだね。で、ロケ見てよ。うるせえ、ゴミの日が。ごめんなさい。む？下から来たな？きれい。弾補給なう。お、チャージャーか。で、やべ、落ちた。どこだどこだ？え、どっから来たの？ワープ？ワープですかい？やばいよやばいよ、なんかスモーカーの声するし、電波ってきた。ふぅ、少し落ち着いた。ブーマーいるね。ナイスロシェル。よし、ムーブムーブ。そうだ、パイプ取ってこ。ほい。上にスモさん、いるね。
させるか。ふっふっふ。どやー？いいぞ、お母さんか。狙い撃つぜ。うわ。まあ、ハルモキから落ちるっていうしね。ね。何もなし。さて、ガンショップ近くまで来たね。何の武器を取るか今のうちに考えておこう。ボリタンと一緒。リロード。リロード。正面の建物がガンショップです。あ、ラッシュ来たね。ゲロ来たし、パイプ使おう。で、ミスク大丈夫かい。ひどめ上くしょう。じゃあじゃあね、なんか恨みでもあんのか。私越しに撃つ。今更ご機嫌取りか。だったらお礼くれてやんよ。しかもまたウィッチですかい。ノーマルですよね。まさか中にいませんよね。 OK、 とりあえずガラスは全部粉砕だ。ウィッチ用にレーザースパスだぜ。ここではヒッキー生放使いさんの助けが必要ですけど、力を貸してほしけや甲羅を取ってこいとのこと。やあ、バイ。コーラはあのスーパーの中にあります。けど、中に入ると警報が鳴って、ラッシュが来ます。そして、ウィッチを探してます。どこにいるんだ？まさか、この中か？あ、いたいた。ごくり。二度目の、ウィッチターン、お許しください。よし、武器はこのままでいこう。準備はいいか？バカども。走れー。 Y'all get ready now. コーラレッチ。あとは、アンのヒッキーに渡せば OK。 コーラポイント。ほら、皆さん決め。よし、思った以上にスムーズにいけた。てめえらはこれでもすすってろ。オッケー、全力で走れ。はあ。うおー、あと少しー。ほら、さっさと受け取らんかい。なに、全抜き。今もん自分の派手抜けや。ドーン。百歩へ、汚ねえ花火だぜ。あ、ロシェル危ねえ。おらおらおら、ふざけ決めや。でもたかよ、おら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 。てめえは、働けや。リローディング。百行為。さて、最後の一踏ん張りです。あ、ロッカー。失礼。さすが、若干、色っぽないね。特殊分離が出ないなら、ずっと使ってやるのに。
ほう、この距離でも当たるのか。ふむふむ。ブーマー、この中か？いない、テントの裏か？おい、お前ら邪魔だぞ。よし、さっさとセーフルームに入るぞ。Hey, there's the ball. Reload. やったー。We are the kings of the world! それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。また見てね。やあ、ゆっくりです。レフトフォーデッド2、3回目の今回は、ショッピングモールからだよ。まずはマキマキナウ。Oh, yeah. お、AK があるね。でも先に、外の様子を見てみよう。ほーら、みんなー、集まれー。アラグルチェンさん。あんまりゾンビ、いなかったね。じゃあ、弾補給しようかな。ん？こら、入ってくんな。ドアはちゃんと閉めなきゃね。AK 欲しいけど、ウィッチが近くにいるみたいだし、レーザースパスで行こう。2階にいるっぽいね、小屋。お、バールのようなもの。ゲット。ゲロちゃんも一緒か。お腹バーン。切ったねーなおい。じゃあじゃあ。おら、届くか？うおう、次から次へとお出迎えかい？嬉しいね、畜生。ウィッチは無視できそうだから、スルーするよ。むやみな殺傷はしないでござる。マグナムゲット。直感の弾は少ないからね、これはありがたい。リローディング。おっと、こっちから降りよう。リローディング。ハンター見つけ、大きいのぶち込むぜ。ロシェル、今回は調子いいねー。よし、パパも頑張っちゃうぞー。ヘイルズ、リローディング。ジーさんゲット、狙い撃つぜー。やっぱ強いねー。てか、こんなくらいのにライトつけるの忘れてるね。バカだね。スカスカスカ。止まってる相手なら、当たるんだけどなー。そんなとこから来ると、いい的だよ。リローディング。リローディング。今、ライトが消えてることに気がついたね。ほんと、バカだよ。こっちのエスカレーターから行ったら、ゲロ浴びそうだ。反対から登ろう。どこだ？すんごい近い。え？下にいたんかい、危なかった。ラッシュだね。
角に行ってと。小ラッシュだったか。なんか、スムーズすぎるね。やっぱ難易度上げた方が良かったかな。そういや、まだタンクさん見てないな。もうそろそろ来るかね。隠れても無駄だよ。お、なんか来たね。で、ハンターさん。そんな場所だとても足も出ないでしょ。逃げ散った。まあ、また出てくるでしょ。ちょっと失礼。バール持ってこ。I'm a reload. スカータンか。ん？ちらっとメロンソーダが見えたね。上からは、来そうにないか。お、残念。プラー。ちょっと、こぼしたら拭いてくださいよ。Down here. Guns right here. ジャージャーさんも、大残念。うわぁ。カターナは、いらん。あ、ドア閉めるの忘れてた。はいはい、どいてねえ。よし、先行こうか。その自販機は動きませんよ。失礼します。トイレ清掃に入りますよ。おっと、女子のトイレもきれいにしなきゃね。I hear Hunter.すみません、掃除中です。シャラップ。リロード。さて、イベントラッシュのお時間がやってきました。今回は、3階の部屋にある警報器を止めに行くよ。ラッシュが来ちゃったね。ちょっとしのいでから行こうか。うるさいって言ってるでしょ。ふう、こんなもんかね。ハンターの声がするけど。まあいいや。ゴーゴーゴー。ちなみに、ルートは1階からと、2階からのがあります。けど、どっちから行くかは、ランダムみたいだね。まあ、2階からだと、夫が勝手にイベント進めちゃうことがあるし、難易度はノーマルだからちょうどいいかも。では、ジョッキーに乗られた。早く早く、倒してくれ。ダメだ、こっち来てくんない。もういい、このまま少しでも前進するっけねえ。いやいや、さっき肩を叩けとは言ったけど、腕が大すぎるよ。私の肩はそんなにないよ。人間、肩は2つしかないんだよ。てか、わたくん。さあ、わたく肩ないけん。するからこうなるんだけど、うわぁ。畜生、少し無謀すぎたか。けどまぁ、私のナイス視点でここまで取れたし、もうあとは楽勝でしょ。よし、ここは少し収まったところを、一気に制圧だ。何今の声。うわぁ、痛い。死んじゃう。誰か、助けて。浮いてる。畜生、まさかチャージャーに持ってかれるとは。つか、さっきの声、マジでダメだよ。あの声に気を取られてたおかげで、もう一回やる羽目になったんだ。コーチ、貴様か？貴様だ、私の後ろに立てたのだ。そんなに嫌われたくたのだ。絶対に収める。後でボコボコにしてやるからな。邪魔だ。お前も邪魔だ。さっきは運んでくれてあ
ありがとな、死ね。ふう、263分の1ほど、すっきりした。あとは全部こっちにぶつけてやる。また1回か。やっぱ、連射できる AK にしよう。おら、おら、おら、くそー。やあ、ジェンさん、一緒に行きましょう。また刀かい、いらんってば。Reloading。今度は女子トイレから入ろう。ふふふ。誰もいねえ。スモさんキッス。用を足すときは、ドアを閉めなさい。Hey, I'm reloading. おい、ババア。女子が混んでるからってこっちすんな。気まずい。トイレは故障中です。どけ。弾補給、ありがたや。ピルは、大丈夫かな。さて、また先ほどと同じことをするので、カット。こんなもんかね。なんか変な声が聞こえるけど。虫だ。これが故障してやる。で、エスカレーターの異変。オラスノさん、待てや。攻撃障害。ゴホ、煙の前が見えねえ。さっきは急ぎすぎたから、今回は煙をさばきしてから進もう。I'm a reload! Someone turn off the alarm!カバフィーすんな。よし、3回に増えた。このまま行くぜ。ゆっくりです。毎度、コメント、毎日ご登録、ありがとうございます。ああ、ちょっと、失礼します。ほらー、いいぜー。私をこれ以上怒らせない方が身のためだぞ。いや、もう、バラバラです。ざまあみろ。で、いててててて、おい、そこの、あ、やべ、って顔して、背を向けたボケナス、お前もチェンさんでバラバラにすっぞ。さて、なぜしょっぱなからこんなにもテンションが吹っ切れてるのかというと、前回の動画を見ていただければわかります。てか、わかって。
なぜ、2回も同じ場所から、同じタイミングで出てくんだよ。って、話です。L4D2 をはじめて、1ヶ月も経っていないうつ主も、総合を別する奇跡に、思わずセーフルーム内のみんなにスパスの散弾をぶち込むところでした。けどまあ、人生いろいろだもんね。我慢だね。ということで、デッドセンター、やるのも3回目。チャプター3、頑張っていきましょう。ちなみに、今回の動画は、フィナーレも入ってるので、デッドセンターはこれで終了です。ただ、そのフィナーレが、想像以上のしょぼさなので、動画の最後に次回予告っぽいものを作りました。うつ主がリアルに熱を出しながら、なおかつ、お腹を壊してしまい、10分に1回はトイレに駆け込みながら作りました。1分くらいの予告ですが、少しでも、次回からの動画が楽しみになってくれれば、嬉しいです。それにしても、こうやって動画を作ると、自分のプレイを見返せるから、いい勉強になります。しょっちゅうライトをつけ忘れたり、なぜか少しでも高いところへ登ろうとしたり、キーボードの操作に慣れず、未だにバックできなかったり。ここでも、少しでも高いところへ、と、手すりのとこに立ってますね。バカとなんかは高いところが好きと言いますが、まさに言葉の通りです。ご自分の射程範囲から遠いのに、わざわざ出てきてくれてありがとう。お前は即処理させてもらう。ウィッチタンがいるみたいだけど、どこにいるのかな？すぐ近くだと思うんだが。ニック、危ないよ。あら、ラッキー。ごくり。ウィッチタン、お許しください。よし。今のは、無視してもよかったんじゃね？前回の動画で、ウィッチタンの無駄な殺傷はしないと言ったな。あれは嘘だ。好きな子をいじめちゃう、みたいな。そうそう、だからウィッチタンが目に入ると。フリーやっちゃうんだ。ダメだ。こいつ、早くなんとかしないと。何か聞こえたけど。まあ、いいや。ハンターさんも、とんでわー。ハンターの射程距離を舐めていた。なんて極力してんだよ。で、またライト付け忘れてるし、どのあたりで気がつくかねなんか、残念なゾンビを見た気がした。ん？Over this door。正面から来るか？おっと、後ろか。小ラッシュオス。だからブーマーさん、自分の距離を把握してください。もう誰もいないね。よし行くぞ。そこ、どいて。残念小町さん。重たい気に忘れていけないんだ。おのより重いもん持ってる奴が言うセリフじゃねえ。一体。あれ？進めない。ってことは、やった、2階から進められる。あの惨劇に、AI ディレクターも同情してくれたんだね。嬉しい。あ、ビル。ちょっと、使っていこう。苦い、もう1杯。なんてね。うわ、耳元で声出すんじゃねえ。そして、ドア閉めとけや。お前さんは遠距離タイプだろ。なんでこんな至近距離で出てくんだよ。I'm a reload. 出るタイミングが早すぎるよ。ハンターも近いね。一旦戻って、ドアを閉める。うつ。さて、ここから先がイベントラッシュです。1階の場合、ドアを開くと始まりますが、2階だと窓ガラスでいいのかな。それ終わった時点で警報が鳴り、ラッシュが始まります。
ただ、ボットがいると、ある問題が。これだよ、マドッキンのゾンビを、ゾンビもろとも撃ち抜いて、プレイヤーの意思とは関係なく勝手にイベントを進める。2D ゲームの強制スクロールも真っ青な仕掛けだよ。もういい、私は一人で進む。お前らなんて知るか、バーカバーカ。どけー。邪魔すんな。うおー、ハンターが真後ろにいる、怖って振り向けねー。だが、ここで処理しとかなっては後々面倒になる。よっしゃ、うわー、そんな、やめて、みんなで寄ってたかって私を踏まないで、痛い、痛い、痛い。あ、だんだん気持ちよくなってきた。いろんな意味で、死んじゃうところだった。おっと、ここは危ないね。左に寄らなきゃ。これで、あそこからチャージャーが出てきても、安心。やった、止めたぞ。ちょっと体力危ないから、援護よろしく。ふはっはっはっは、出てくるのが遅かったな。ほら、寝台率に謝れ、2回謝れ。ああ、すっきりした。あとはセーフルームに入れば、このチャプターも終わるよ。ジョッキーなんて怖くねえ、かかってこいよ。しまった。で、みんな何チンタラしてんだ、流行った試験会。縮小。嫌な予感。ドアが閉まります。無理なご乗車はおやめください。ねえ、コーチ、警告が遅いよ。重くそげろかぶっちまったじゃねえか。仕方がない。ドアの隅っこで、永遠と刀を振るお仕事が始まるよ。そういえば、最近知ったけど、近接武器や、殴りって、長押ししてればずっと振ってくれるのね。一生懸命クリックしてたわ。おお、ゲロのおかげでここいらのゾンビがいない。ラッキー。Grab it a shot. ピルねえ。飲めてなかった。Looks like a slaughterhouse in here. 警告が遅かっただけだな。コーチ。なぜ殴ったし。ごめん。Reloading. ここのセーフルームは2階の奥にあります。さあみんな、変なのが出る前に、早く行こう。え？ちょ、おま。みんな、バック、バック。さあ、出てきました。特殊の中で最強のゾンビ。タンク。ちょっと、スキンが変だけど、気にしないでね。こいつの正体は、最強。その一言だよ。けど、難易度ノーマルだったら、筋肉モンスター。かっこ、笑い。だよ。まあ、戦闘条件が悪かったら、面倒なことこの上ないんだけどね。今回は、残念でした。ニック、ロシェルに媚び売ってんじゃねえ。早く入れ。ようやく、進めた。では、このままフィナーレも、ゆっくりしていってね。Take it out! That's Jimmy Gibbs Jr. God damn it, I could have gotten a picture taken with Jimmy Gibbs' stock car. エリス、急にテンション高くなって、どうしたんだい？車が好きなのかな？作業着みたいの着てるしね。ちなみにウプ主は、機械全般が好きです。工場のでかい機械から、芝刈り機のエンジンまで好きです。もちろん、ロボットも大好きです。今一番、気に入っているロボットは、黒金のラインバレルに出てくる、バータントです。マジかっけー。もちろん、ラインバレルも好きですよ。漫画しか読んでないけどな。あ、ビルだ。誰かに持たせよって、ニック。さっきロシェルに渡したからって、真っ先に取るなよ。かっこ悪い。ロシェルは仕方なくアド取ってるね。
ますます、ニックがかっこ悪く見えてきた。頭パーン。すごいゾンビが殴り合ってる音が聞こえる。さて、ついにデッドセンターのラストラッシュ。あの車にガソリンを入れます。ガソリンはあちこちに散らばってるから、取ってこないといけません。シングルの場合、入れるガソリンの量は、マルチより少ないですが、夫が、働きたくないでござる状態なので、自分一人でせっせと運びます。では、エレベーターのドアが開いた瞬間、倍速映像を見ながら、BGM をお聞きください。え？手抜き？ああ、聞こえません。ペプシマ、じゃなくてタンクが来たね。どっから来るのかな？後ろか。お前ら、オリタンクは絶対に撃つんじゃないぞ。え？無理？そんなわけあるか。よっしゃー、早く倒せた。私がハンターに捕まらなければもう満体。あとはこの落ちてるボリタンを全部入れればクリアだ。今こそ、私の真の力を発揮するとき。うおおお、ヘイスト、ビオラ、マキシマムスピード。オラ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 効果が切れた上にラッシュが来たか。だがもう遅い。これで最後だ。よっしゃー、スピードワゴンはクールにされて。いや、これワゴンじゃないし。動画をご覧の皆様、お疲れ様です。これにて、レフト4デッド2、デッドセンター編は終了です。動画編集。私、ゆっくりの声の編集など、右も左もわからない状態から始めた、この動画。まだまだ、編集技術もゲームも下手くそですが、これからも、よろしくお願いいたします。では、尺もないので、次回予告を、ゆっくり見ていってね。前回のレフト4デッド2デッドセンター編を見てくださった方は、
今回も見ていただき、ありがとうございます。そして、はじめましての方は、やあ、ゆっくりです。この動画は、ゲームの腕と、編集技術の腕を上げたウープ主の、ぬるま湯動画でございます。今回から、ザ・パッシング、難易度はノーマル。使うキャラクターは、ニックでいきます。このポスターのニック、ハゲにしか見えない件について。あと、コーチ。なぜ、そんなに老けたし。Really? Isn't there some way you can just lower it? I'm sorry, there really isn't. If you can get to the other side of the river, we can help you lower it. But we lost a man, and another's hurt. We really can't do it by ourselves. 前回のショッピングモールから、盗んだ車で走り出したのはいいが、ここで橋が上がっていて先に進めない。まずは橋を下げるために、この橋の反対側へ向かいます。あと、先ほどの橋の上にいた美女は、このレフト4デッド2の前作に出ていた、4人のサバイバーの一人、ゾーイさんです。ほんと可愛いよねー、どっかの武術と交換して。私と一緒じゃ、何か問題でも？いえ、問題ありません。ロシェルさんと一緒、楽しいです。先ほど倒した、アイテムをいっぱい持ったゾンビ。彼を倒すとアイテムを美味しくいただけます。確か、あのゾンビって、前はニックたちと同じサバイバーだったんだよね。なんか、悲しいね。てか、あんなにアイテムを持っているのに、全然使ってないということは、アイテムをケチケチしてたからゾンビになったのかな？なら、彼らから大事なことを教わったね。それは、アイテム、ガンガン使っていこうぜ。ブーマーの声が聞こえるのに、姿が見えない。トラックの向こう側かな？あ、ごめんコーチ。ガチでブーマーと間違えたわ。ゲロゲロうるせえ。メインウェポン発見。よかった。こっちも探しといて。ピルもあった。さっき撃っちゃったし。コーチにあげるよ。ほら、拾え。なんで外じゃないんだよ。恥ずかしいじゃないか。そういや、ゾンビでふと思ったけど、皆さんは特殊ゾンビになるんだったら、どれになりたいですか？ハンターって言ったやつ、一生リア充になれない呪いをかけました。あと、タンクって言ったやつ。近々、掘られます。軟膏を持ち歩きましょう。ここには、ちょっと触っただけで警報が出ちゃう。走路車があります。警報が鳴れば、もちろん、ラッシュです。気をつけたいところです。くっそ、走路車を背にするとは、さすがハンター汚い。ハンターとジョッキーは、物理で殴って倒せばいい。キリ、お前らは殴らんでいい。さっさとこんなところから抜けちゃおう。で、え？タンクですかい？こんな場所に来られたら面倒だ。来る前に倒してやる。はい、無理です。で、ラッシュも来ちゃったよ。ほら、拾ってこい。拾ってこいつってんだろうが。お前ら、通常はいいから目の前の筋肉を撃て。くっそ、狙いづれい。どけ、下がれねえだろうが。あれ？こっち来ない？で、やべえ、コーチがタンクに来られてる。早く逃げるんだ、コーチ。ああ、コーチがまるでゴムボールみたいに。おおおお、こっち来んなし。おお、やった。コーチがボコボコにされていたけど、大きな被害がなくてよかった。にしても、こんなところでタンクとは、ノーマルじゃなかったらどうなってたのだろうか。次回のステージは、アドバンスで行ってみようかなと、ウプ主は思ってるみたいですが、不安しかない。ただでさえ、グダグダなのに、さらにグダグダになりそうで不安。てか、最後まで続くかさえも不安。一番不安。ぶっちゃけた、話。ウプ主は、これじゃない別のゲームで私の実況動画を作りたかったみたいなんだよね。けどまあ、いつもの適当な性格で、
試しに作ってみようかな。よし、できた。あ、せっかくだし、あげてみよう。こんな軽い気持ちであげたが、思った以上に見てくださる人がいて、うつ主は感謝の気持ちと一緒に、お小水も溢れています。いきなりですが、こんな動画を見てくださり、さらにはコメント、マイリス、ウォッチリスト登録までしてくださり、本当にありがとうございます。さて、話がずれましたが、何が言いたいかというと、この動画は、その実況したいゲームのために編集技術を磨く、いわば踏み台動画なのです。だから、最後のステージまで行くことがこの動画のゴールではないのです。自分の編集技術にそこそこ満足すればいいのです。多分ですが、この次のステージで、レフト4デッド2の動画は終わりにしようかなと思ってたりもします。うつ主も最後まで行きたいとは思ってますが、最近、自分が動画にしたい候補の一つが上がっていて、大変動揺してしまったみたいで。けど、突然やめたりしないから、そこは安心してても大丈夫です。なんだったら、次のステージは、皆さんがやってほしいステージで行こうかな。もし、リクエストがあったらコメントしてください。なかったら、どうしよう。なんか業務連絡みたいになっちゃったね。ごめんね。けどまあ、この実況はまだまだ続きますんで、よろしくです。さてさて、着きましたはただの公園。だが、中にはとんでもないのがいます。それは、見てください。ウェディングウィッチです。花嫁姿のウィッチの美しさに、幾多のサバイバーは足を止めます。せっかくのお祝い事だ。祝報をあげましょう。これは嫌なの？しょうがない。違うのでやりましょう。投擲リハーサル。ごくり。ウィッチターン、お許しください。やったか？やれ、うん、集中動画だ。おっと、ブーケトスのお時間ですね。おらよ。お前はブーケ取っても意味ないだろ。おお、しゅらばってる。では、うま。お前はお友達って通ってくんじゃねえよ。ん？これは。仏像。これはいいもん拾ったぜ。おらおら、吹き飛びたいやつから前でな。一気に一発。なんて贅沢な使い方。これさえあればラッシュなんて怖かねえ。よっこいどっこい。一瞬コーチに当たったかと思って焦った。はっ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 は、見ろ、素晴らしいとは思わんかね？吹っ飛ばしたいのに、的がいない。最後にドーン。よし。Take that, you mealy mouth bastards. それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また見てね。前回の動画を見てくださった方は、今回も見ていただきありがとうございます。そして、初めましての方は、やあ、ゆっくりです。ここで軽いあらすじ。ショッピングモールから盗んだ車で走ったのはいいものの、道の途中の橋が上がっていて立ち往生。そんな橋落ちの底まで下げるため、ニックたちは橋の向こう側を目指す。途中、ブーマーと間違えてコーチをウォシャー。筋肉モンスター。かっこ笑い。に、コーチがゴムボールのごとくもて遊ばれる。気がつけば、スモさんに捕まるコーチ。危うくグレランの弾が当たるところだったコーチ。そして、何の迷いもなくグレランを持ち続けるニック。果たして、コーチの運命はいかに？ん？なんか違う気がするけど、いいや。にしても、たった1体にマグナムを最低2発打ち込んでるね。無駄だ無駄ね。武器の威力をちゃんと把握しようよ。そして、さりげなく吹っ飛ぶジョッキーさんお疲れ様です。あ。
ひでえ。ノーマルでよかった。そういや、このグレラン、天空の城に行った防弾考古像が持ってたものに似てるよね。これ、とある場面で彼が超至近距離で壁に打ち込んでたけど、ただでは済まないよね。何ですか？主人公補正ですか？だったら私たちもそうしろや、責任者出てこい。え？あ、すみません、何も言ってないです。いやー、リアルって大事ですよね。なんだったらさっきの爆発で全滅しないところにそちら様の温かくマシュマロみたいな優しさが見えて私の視界が歪んでいるところです。とりあえず、その大きくふっという腕で地響き鳴らしながら来ないでください。このキラキラをめめに念じて。何？まだ足りないんですか？ほら、キラー。よし、私の見事な交渉術で、先方もご満足されたようです。さすが私。このキラキラをめめにかかれば、誰だってイチコロよ。おっと、私のキラキラおめめを一目見ようと、やってきたのですね。だが残念。この交渉術は100年に1回しかできないのだ。そんなに押しかけてきても無駄です。お引き取りください。よっこい。どっこい、よさこい。げ。ここは俺に任せな。ビリヤード大さん、ありがとう。そしてバイバイグレラン。君とはまたどこかで会えるといいね。ゾンビさんたち、悪いね。この道は4人用なんだ。君たちはお礼でもすすってろ。あ、あの銃器使ってかない？ロードローラーだー。ってやりたい。でもダメか。ローラーついてないし。残念無念。じゃあ、あのミキサー車でいいや。ゾンビどもをコンクリで固めてやるぜー。ひひ。うわ。バス？にしては猛スピードでしたよ。F1 にでも出る気なのかね。シュールだ。通れねえ。なんでできてんだよ。この屋根。やあ、大将。やってるかい？マスター、トイレどこでおろろろろろろ。きったねえな、おい。まだ近くにもう一人、ゲロちゃんがいるね。こんな狭い場所で鉢合わせになったら、確実に被るなぁ。嫌だなぁ。2階かな？え、なになに？怖いからドア閉めよ。お、ゴルフクラブじゃないか。せっかくだし、実績解除ついでに持ってこう。おらぁ、君の頭を、ファーアー。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 ああ。おい、次のボールはどこだ？ひひ。うまく頭に当たらん。なんかいいものを見つけたけど、ラッシュをしのぐのが先。よし。後ろから？いや、正面。あ、やべ、壊れた。今度はこっちか。そうね、ピルピ、ピルピ。よし、オッケー。では早速、この M60 をゲトー。早速的が来たな。オラオラー。ちょ、エリス何してんだ。くっそ、ハンターどっか行っちまったじゃねえか。仕方ない、この爆発弾をお見舞いしてやる。ジャキーン。あのハンター。カエルみたいにぴょこぴょこするんなら、お前のバックホールにこの爆竹を入れてやるぜー。はぁはぁ。そうはいかんとき。あれ？どこ行った？見つけた。え？なんでメロンソーダが染み出てるんだ？ちょっとここから軽く迷子になったので、カットナウ。階段を3往復してきた。実は、この動画を撮ってるとき、うつ主の体温は40度近くありました。別にエロいことしてたわけじゃないよ。ただ兄貴動画を全裸で見て。あ、じゃねえよ、早く引き上げてくれ。あぶあぶ、ぼーっとしてたわ。なんだお前ら、またプラーしに来たのか？畜生。おお、パイポがたくさん。やっぱ、花火大会の幕開けだい。ほーれ、たまやー。カーギアー。
オーケヤー。後ろにも、おいちょ。そうだ、もういっちょ。はは、楽しい。で、うお。おいこら、自分もやりたいからって突っ込んでくんなよな。怪我したらどうする。またお前か。お前もかい。リスポーン生えなおい。君たちは花火大会に参加しなかったのかい。なら、この爆竹をあげよう。ちまちま撃つの、なんかムズムズするなぁ。ああ、この M60 で、乱暴プレイしたいなぁ。別のゲームでは、M60 の弾数増やして、トリガー引きっぱなし縛りとかやってたわ。ゆっくり引けば、トリガーハッピーだからね。仕方ないね。って、もう弾なくなった。しょうがない。サブマシンガン持ってこ。誰か入ってますか？いない。ち。おっと、コーチ。内髪の毛をかき上げてる場合じゃないぞ。ナイスタイミングメロンソーダ。うえぇ、痛い痛い。お前は何がしたいんだ。よっと、って、うわわわわ。すんごいびっくりした。わぁ、めっちゃ怒ってる。どうしよう。これでいけるかな？ごくり。ウィッチターン、お許しください。あ、ダメだこりゃ。うおお、こっち来んな。かくなる上は、このゴルフクラブで。って、ん？来ない？おほう、なんか知らんが助かった。ラッキー。さっきのウィッチターン、泣いてた場所といい、追いかけずに逃げるといい、こんなの妄想しちゃうね。サッカー部の憧れの先輩に勇気を持って告白したが、あわやよくさい。で、教室で一人泣いてたらいつもクラスでおちゃらけている男子が入ってきて。お前、何泣いてんだ？あ、もしかして憧れの先輩にでも振られたのか？なんていつもの調子でからかってしまう。で、今までの人生で一番最悪な気持ちも知らずにいつものヘラヘラ顔で突っかかってくる彼に。ふざけないでよね。と一言叫び、その場から逃げるように走り去る。そして、一人取り残された彼の目には、いつも強気な彼女の涙で濡れた顔が焼き付いていた。と視界に入る彼女のカバン。彼はそれを手にし後を追いかける。続かない。ふう、僕満足。角の先にジョッキーいるね。そや。ってなんでお前も組んだよ。よし、オッケースパスはいらん。座り込んでるゾンビ多いような気がす。君たち、やる気あるのかい？スイッチ入ってるかい？今度、炎の妖精でも連れてこようかな。お、またアイテム箱って、またパイプですかい？もうお腹いっぱいです。サブマシンガンにレーザーサイトって、微妙な感じ。もったいないから、つけるけど。バールは、いらん。こっちからはいけないのねん。下に降りるのか。本当に橋の向こう側に着くのか。なんか不安になってきた。そして、ニック。階段を降りることは大事なことだから、同じ内容を2回言ってるのかい。ご苦労なこった。ジャージャーさん、下へ参ります。結構ゾンビがいるね。ゲロでも投げてみるか。って、やべ。上から来るんじゃね？まあ、後ろは彼らに任せておこう。ちょ、ボディー。やばい、みんな、降りるぞ。意外と被害はなかったね。よかった。水の中でジャンプ移動すると速くなるような気がする。ウォーク、
さて、みんな大好きイベントラッシュタイムです。あのゲートを開けると警報が鳴ります。しかも、止められません。開けたら、ダッシュでセーフルームまで行きます。気がついたら、きっとなくしてた。ゆっくり行ったら、うっかりさんなんだからー。てへぺろ。回復は、薬でごまかすか。よっしゃ。お前ら、途中で倒れても、助けないからな。あれ？エリスいなくね？って、うおーい、何してんだあのバカは。倒れたら助けないって言ったけどまだ倒れてないし、早く助けないとって、あ、ダメだこりゃ。お前ら、どこに行くって、あ、そうだった、ボットは倒れたやつを優先するんだった。仕方ない、面倒だが助けに。エリス終わった。なんだよ、無駄足だったじゃないか。さっさとセーフルームに入るぞ。一体何なんだってばよ。ふざけるな、私はセーフルームに引きこもる。ほら、さっさと入るんだ。で、今度はこう近い、もう知らん、勝手にしろ。ちまちました弾幕じゃダメだ、スパスで吹っ飛ばしてやる。あ、倒れた。あん、そこをどけって。やなこったい、絶対にこっから動かねえかんな。あ、こら、出るんじゃない。果たして、こんな調子で、無事にフィナーレを終えることができるのか。ご視聴、ありがとうございました。また見てね。前回の動画を見てくださった方は、今回も見ていただき、ありがとうございます。そして、はじめましての方は、やあ、ゆっくりです。前回のあらすじ、巻き場を追って、こち亀った。以上。何その雑すぎるあらすじ。さて、いろいろありましたが、ようやく、橋の向こう側に到着しました。お、あの姿は、彼らは前作、L4D の主人公たちです。まず、魅惑のピンクパーカーこと、ゾーイ。そして、某合衆国大統領ルイスこと、オバマ。最後に、コワモテおっさん、だが悲鳴は一番情けないヘタレ男子こと、フランシス。あと、ここにはいませんが、おじいちゃんがいました。うん、過去形。そんな、彼らのことは一旦置いといて、この、エレベーターを降りたら、ラストラッシュです。橋を下ろすための、発電機を稼働させるために、ガソリンを集めます。デッドセンターのラストと、同じです。おいコーチ、頑張っていこうなって、どうしたその腕。あ、これですか？いつ、何時でも、歩行補給するために、腕に塗ってるんです。
心配して損どころか、怒りを感じた。ちなみに、先ほどのズッコケ3人組は、この家の2階から援護射撃をしてくれてます。嬉しいけど、誰か一人でもいいから、降りて、ポリタンクを一緒に運んでくれないだろうか。ポリタンポイポイ動画なんて、酔いやすい人に、優しくなさすぎるよ。今更だけど、画面酔いしやすい方。ごめんね。さて、とりあえず、この3つを、発電機まで運びますか。アイガです。ちゃんとついてきてるの、コーチだけじゃないか、何やってんだ他の二人は。おいこら、か弱い女性を置いてさっさと行くんじゃねえ。か弱いは置いといて。そうですよ。前回の下水道の一件、忘れないでくださいね。俺真面目に持ってるんで。か弱いは置いといて。残念。そのような記録は、ゆっくりの記録にはありません。お前ら、聞こえてんだよ。いやー、顔がジャバンオッです。ジャバンって言うな、マジで痛かったんだぞ。はいはい、ホイールは押さえておくんで、さっさとガソリンを入れてください。ぐぬぬ。よし、まずは3つ。おっと、タイミングよく、ラッシュ音がしたが、そんなの関係ねえ。次で一気に終わらせてやる。そうそう簡単に行きますかね。大丈夫だ、問題ない。ドヤ顔で。別々に、ドヤ顔なんて、してないよ。じゃあ、どんな面してたんだ？チート、見せろや。こんな顔。ちょっと、ゾンビいないからって。私を撃つのはやめてください。もうふざけないので、ほんと申し訳ありませんでした。許してください。タンクさんがログインしました。お、来たな、筋肉モンスター。略して、キンタ。まだ車で余裕みたいだし、このポリタンを、移動しておこう。さーて、どっから来る？あっちか。おいお前ら、ポリタンに当てないように気をつけろよ。って、いてててぐっそ。背後からメロンソーダとは、さすがスピッターったまえ。そしてこのオンパレードである、モテキ到来ですか？みんなプニプニのおにゃの子だったら、パーフェクトだったのに。ガチガチの筋肉なんて見てても楽しくないんだよ、チックショー。なぜお前が叫ぶ？しょうがないわね。ここから脱出できたらお姉さんがご褒美あげちゃうよ。遠慮しておきます。そんな遠慮しなくてもいいのよ。お姉さんもちょうど興奮してるところだから、たっぷり可愛がってあげる。楽しそうだね、二人とも。本当に楽しいのは一人だけですけどね。さて、ラッシュが来てるが、まずはこのポリタンを、下に下ろしておきましょう。間一髪。ポリタンは、メロンソーダに当たり続けてると思えるから、気をつけましょう。丸見えですぜ。おっと、まだ倒してなかったか。微妙な場所にメロンソーダが。大丈夫かな？いてててて。ゲームだけど、こういう判定に納得いかない時がある。ゲームだけど。おい、人が運んでる時にちょっかい出すんじゃねえ。危ねえだろうが。おっと、ズッキーさん、この私が見逃したでも思った。きゃー。すっごい勢いで体力削れてるー。お助けを。ハンターナイス、そのままどうも続き負けろ。あらんとひどいこと言わないでください。コーチ危ねえ。で、ポピングマートチャージャーいいんじゃねえか。おら、とっとと立ち上がれや。全滅するかと思った。そしてロシェルさん、相変わらずのバリゾーゴンお疲れ様です。よし。何今の音？まるで、猛烈な勢いでレーションを食べたような音でしたね。そこ、変な話をしない。そしてスモさん、オリタンパンチでも食らっとけ。焦点したか。うわぁ。もうほんとジョッキー嫌い。どれくらいかと疲れれば。おっと、またスモさんか。思いつかないのかい。違うよ、リオンとミワーキー。くっそ、一番やっちゃいけないことしちゃった。あ、しかもポリタンがメロンソーダに溶かされるー。お、よく頑張った、えらいえらい。人にポリタン撃つなよと言っていたお前が撃つなんてな。お、えらいえらい。ぐぬぬ。それより、タンク来てますよ。わかってるわ、どこからだ？こっちからか。全員、上、最後まで言わせろ。よけましょうよ。くっそ、ダマー、天命ハンターこの野郎。マジナイスハンター。
エリス、覚えてろよ。左手動かしてー。大滅しました。マジかよ。行け、エリスの骨を粉砕してしまえ。帰ってないでください。いいよ、頑張れよー。アホなこと踏んでねー。足も見取られてんのか。ゼロカブローだしかー。うわ、一歩上、ゼロクさん。お前のせいで岩に渡してましたかないか。しかもみんなしてひどいことではないぜ。地獄国ってやつですよ。それを言うなら自業自得だよ、バカタレが。はぁ、はぁ、もう、しゃべりたくない。とりあえず、今のうちにポリタンを運ぼう。せい、せい、せい、ああ、体力が赤いから、動きもゆっくりになってるよ。じゃあ、じゃあね、だな。回復しますんでじっとしてください。ありがとう。けど、こんな道のど真ん中。うわぁ。ゴチ。道のど真ん中で。足止めすんじゃねえ。そしてエリス。なぜハンドガンなんだ。背中にもっと強い武器ぶら下げてんだろ。いやぁ、二丁拳銃って男の子の憧れなんで。勘弁してください。ヨシリウス。犬すんかい。ああ、ゴチが回復してくれたけど、ゴチのせいで真っ赤になった。まだキットが残ってるし、回復なう。また変な音が。今度はまるで、もう起き上がることもない死体に、何度も回復魔法を当てているような音でしたね。何それ悲しい。いい。無理、二方向は無理です。今のはうまかったわね。ね。対戦でも、あんな動きができたらな。お、チャージあったか。リロード忘れてた。これはちょっときついね。ゲロボムを投げてっと。ちょっと、超至近距離で当たってるんですけど。火炎瓶はうまく投げれるのに。なぜ、アイスボムとゲロボムは、本物を困難ですか？っていうか死にそう。ああ、俺には見えます。遊園地のような場所で、ゆっくりさんは、感動すら覚える、脳コンをしてくれます。何言ってんの？いやー。何やってんだこのゴミクズ。エリス、お前が変なこと言うからこうなったんだぞ。責任転換、行くない。それに俺は、本当のことを言ったまでです。まだ言うか。喧嘩はそこまでです。筋肉モンスター、略して筋太が来ますよ。ふん、ここなら後ろから援護射撃も来る。K7 人の弾幕だー、撃てぜー。ミッションコンプリート。さすがノーマルタンク、柔らかいなー。どっかのバカは難易度上げようとしてるけど、まさかもうバカなことはしないわよね。例えば何ですか？チェーンソーでタンクを倒そうとするとか。順番的に次は私がまんじゅうに用意されるみたいだし。用意ってゆっくりお化けみたいに言うんじゃない？お化けでしょ？足ないじゃん。その発想はなかった。何やってんの？いやー、車の上に行けば回避できると思ってた。ポリタンクを二つも燃やしたゆっくりさん。あと、ポリタンクが二つ、足りませんよ。エリスがうるさいが、ここで加速。びっくりした。今回も、次回予告があるみたいなので、尺をできるだけ、短くしたいんだって。ちょっとした裏話。予告の BGM、ウプ主がそれ用に、編集してるんだけど、パッシングの予告の最後の部分で音、消えてたよね。ああ。かなりの時間使ってたからね。ウプ主、こんなんになってたよ。緩和9台。ラッシュが来たけど、さっさとポリタンを運びたかった。ちょっと、この階段でしのぎましょう。うん、そうしよう。はぁ、お腹すいた。はい、チョコレート、ありますよ。いや、そんな毛むくじゃらの腕に塗りたくられたチョコレートなんて、食べたくないです。それ以上、文句を、言うなら、下の息子。引きちぎるぞ。すみません。食べないんですか？だったら私が食べますね。ペロペロ。楽しそうで何よりだ。ゆっくりさんも食べますか？悪いが私は、あんこしか食べないのでね。遠慮しとくよ。じゃあ。あ、エリスが。このままだと、ジャージャーにやられる。そんな棒読みやめてよ。まあ、エリスも無事だし。あとはこの二つを入れれば、クリアは目の前だ。うま、オーフ、危なかった。ギリギリでしたね。ち、あのままゲロかぶってや、ゾンビに囲まれてるお前を撃てたのに。ノー、悪いこと考えてたバスだ。ぬぬぬ、おい、早く橋に行こうぜ。慌てるな、
まだ橋は降り切っていない。もう少しここで戦うことになりますね。そこでこいつを投げる。これで金太が来ても、このプラス7人のガンマッパワーでここは簡単に切り抜けられる。ほらね、簡単でしょ。おう、けど炎を避けてきたら。そんな頭を使って、おいこら、ズルするんじゃない。男なら堂々と真正面からとくってこいよ。あんた、ゆっくりはおいて、さっさと逃げるぞ。そんなこと言わない、みんなで逃げますよ。あ、ゾウイさん、またお会いしましょう。行くぞみんな、乗り込めー。あの世でな。何カッコつけてんだ。ちょっと、運転手に何やってんですか。皆さん、お疲れ様でした。これにて、レフト4デッド2、ザ・パッシング編は終了です。かなり更新が遅れてしまいまして、申し訳ないです。ゆっくり動画を作ってたらこのざまだよ。けど、ゆっくりと編集すれば、少し凝ったこともできるので、これからは、ゆっくりと更新しようと思います。こんな手探り動画、待っててくれる人なんて、いるかわかりませんが、ごめんね。では最後に、ここから次回予告までは、質問コーナーにします。どうぞ皆さん、よかったら何かコメント残してね。